皆さんこんにちは、ミリエジェンド大林です。今回はダンベルで上腕三頭筋をでかくする種目3種目ご紹介させていただきます。ダンベルじゃないやんっていう種目も含まれてますけども、温かい目で見ていただきながら参考にしていただければと思います。それでは早速ね、種目の解説に移っていきますけども、1種目目はダンベルフレンチプレスですね。上腕三頭筋はこちらのね、外側の外側頭と内側の長頭に大きく分かれています。あとはね、この内側にね、内側頭っていうちっちゃいところもあったりするんですけども、大きく分けるとこの外側頭と長頭の2つに分かれているんですが、このフレンチプレスというのはこちらのね、長頭を鍛えるのに非常に効果的な種目です。で、やっぱりこれは自重ではなかなか鍛えられない場所でもあるので、ぜひ、ね、頑張ってやっていただければと思います。そして2種目目ですけども、ヒップスですね。何回出てくるねって思う方もいらっしゃると思うんですけど、自重のトレーニングのコーナーでも出てきました。大胸筋種目のコーナーでも出てきました。それだけね、非常に効果的な種目なんですね。ダンベルがあってもやっぱりそれに負けないぐらい強い負荷をかけることができるのがこの自重のリップスです。で、もちろんね、自重で物足りなくなったらリッピングベルトを使ってね、ダンベルをね、ぶら下げてね、やっていただければそれだけ負荷も強くなってきますので、まあそういう意味では、ね、ダンベルを使ったトレーニングでもあるんですけども、とにかくね、このリップスはこのね、三頭筋の外側頭ですねを中心に上腕三頭筋を本当にね、大きくするのが効果的な種目ですので、ぜひぜひね、チャレンジしていただければと思います。そして3種目目なんですけども、ダンベルを使ったライングトライセプスエクステンションですね。まあこれもやり方はね、別の動画で解説しておりますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、これもね、非常にね、上腕三頭筋を大きくしていくので効果的な種目ですので、ぜひね、ダンベルのある方はやり込んでいただければと思います。で、今回はダンベルで上腕三頭筋を効率よくでかくする種目3種目ご紹介させていただきました。ダンベルフレンチプレスとヒップスとダンベルのライングトライセプスエクステンション、この3種目やり込んで腕を太くしていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。